19歳のセンチュリオナ。久しぶりにあれだ。センチュリー。19歳のオーナーさんですよ。はじめまして、岩崎です。今度これなんですか。これ今度はこれいいよね。これ今度は今度はこれにするんだよ。岩崎さんが唯一言うような気がします。新車のセンチュリー。ちょっとエンジンルーム見せてもらっていいですか。ええ、ちょっとコインがいいですよね。ちょっとかけてもらってもちょい年取ったら俺もコインがいいかなと思ってね。これ本当乗り心地最高ですよ。やばいっす。あの金髪から想像できない。まあ、でも自分で車ダメですよね。後ろから降りてこなきゃね。後ろから降りてこないから。岩崎会長って。後ろから自転車じゃさ、どこ行ったって運転手さん運転手さんから抜けてさ。このカーテンが安くていいよな。ええ、大好き。これ手動なんですよね。手動なんだよね。本当静かだよね、この状態。まだ4万キロぐらいまだ4万キロは、もうコープだ。貴重になりますよ、ね、車庫を起こしてる。もう車庫中入れたんだよね。あ、そうだ、車庫中入れてから初めてだね。あ、だいぶ低くなった。はぁ、あ、これ長ネギオイル剥がすとかっこいいよね。もうあれ頼んだんでしょ。頼んだよ。昔あのベントレーでさ、長ネギオイル剥がして、あ、迫力ありますよね。ああいう迫力になるよね、これ車は。じゃあボディがね、でかいですからね。でかいからセンチュリーの回転がありますよね。あ、鳳凰回とかです。鳳凰回ってね、あれ見るとなんかもう恐ろしいよね。恐ろしいですね。恐ろしい。なんだ、あの 赤っぽいのとかね、乗ってますよね。リムジンとかさ、初代の、フリー型のやつとか。へぇ、これ黒なんですか。黒ですね、これ。黒ですね、うん、久しぶりに見た。ちょっといいですか。後ろいいですか。はい。やっぱりこれがいいやな。音楽のギャップがまたね、いいですね。いやー、やばいっすね。あれ、なんか入れてあるじゃん。香水か。シェイカーじゃないよ。シェイカー、シェイカーとさ、例えば、かっこいいよね。グラスと。バーテンついてるじゃん。すごいんだ。これでも純正じゃないんだよね。あ、これは黒くやってもらったんだよね。黒くね。V12 ってこと。来た、キヨさん。え？あれキヨさんじゃないですか。キヨさん来ました。あの降りてくるわ。あ、間違いない。間違いないでしょ。間違いない。こだわりは。ありがとうね、久しぶりに見せてもらって。すごいわ。